しのワイルドでいこう。さあ懐かしの健吾さんの歌声でスタートして3週目は健吾さんに来てもらっております。こんばんは健吾です。こんばんは。なんと健吾さんライブの日が徐々に近づいているということで近づいてるね健吾さんが昔、若き日にやっていらっしゃった、スプーンというバンドが、スプーンね、ソニーからメジャーデビューでしたからね、そうね、それを2枚ほどCD がありますね。まあ今日後半で、後半でお知らせしようかなと、ちょい出ししようかなとまあ 2年前だったかな、ちょうど大阪でやりましたね。2019年、3年前なの、はい、あ違うか、2年前なわけないね、もっと前だね。2019のね10 11月とかそれぐらい、コロナになる前の、そう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 、でコロナきっと明けになるであろう来月にまた土地かまそうということで、そうですね、あのまあスタートでかかったオープニングの曲は、そのまた前の10代だね、だね、10代の頃のドランケンウィズダムというメタルバンドの曲を、まあ、キャッチーな曲ですけどね、そうね、かけてるのはね、でしたが、その後に、東京出てかれて、やったスプーンというバンドの紹介を後半でね、後半で今日はしたいと思いますので、はい、そちらもお楽しみということですが、はい、第3週目といえば待ってましたのアンちゃんのコーナーがね、アンちゃんのコーナーがありますんで、セックスマシンガンズアンちゃんによる10分コーナー、ヘビーメタルおじさんの独り言、今日は第3回ですね。去年ギターの話を熱く語っていただいてますので、分かる人も分からない人もどっちかっていうとギタリスト向けに喋ってるということよりは、まるで分かりませんっていう方でも全然聞ける内容となっているので、ファンの方であのギタリストでめっちゃコピーしてるっていう方じゃなくても、まあ、なるほどみたいな感じで聞いていただけるんじゃないかなという感じですので、行ってみましょうか。はい、じゃあ行きましょう。あんちゃんのヘビーメタルおじさんの一言お願いします。セックスマシンガンズあんちゃんのヘビーメタルおじさんの独り言。ヘビーメタルおじさんの独り言、セックスマシンガンズのアンちゃんです。はいどうもということでですね、今日は何について地味に吠えさせていただこうかなと考えておりましたけども、私ヘビーメタルハードロックギタリストでございます。そう、今日はギターの話をしてみようかと思います。まあギターといってもね、いろんなギターありますよね。クラシックギターとかフォークギターとか、まあいわゆるそれはアコースティックギターと言われるやつですね。やっぱりエレキギターです。エレキギターにもいろんな種類があります。まあまあ見た目とかね、皆さんが思うイメージでね、あの優しいロックをやるエレキギター、ブルースロックをやるエレキギター、そして変形ギターですよ。ヘビーメタルといえば変形ギターなどなどいろいろございますが、今日はそんなギターについて、特に、ヘビーメタルギターについてしか僕は語れないので、ヘビーメタルギターについて、語ってみようかと思います。まあ皆さんね、ギターの本体、ギターそのもののこととかね、もちろんギターが好きな人はすごくこだわるんですけどもね、聴く側としては意外とね、何が違うんやろ、形が違うと音が違うんかいとか、素材が変わったら何が変わんのとか、いろいろあると思います。まず簡単にギターの、パーツの説明をしていこうと思いますけどもね、まあまあ棒のような長いところがネックと言われる部分、そしてまあ、体に近い部分ね、一番大きい面積を占めているのがボディです。でまあチューニングをするペグってくるくる回すとこがね、
ヘッドのネックの先っぽのヘッドのところにあるんですけども、そこに、まあ、ギターの場合ね、大抵6弦6つの弦が貼られておりまして、でまあまあ7弦あのヘビーロック系だとね7弦とかね、8弦とかいろいろありますけど、まあ僕のギターに関しては、まあ6弦なんですけども、ボディの部分にね、今度はねピックアップというパーツがあります。このピックアップというパーツは何なのかというと、いわゆる、ギターのマイクになる部分ですね。それがだいたいね1つから3つぐらいの間、ついてたりします。まああと細かいパーツがね、そのピックアップの切り替えスイッチがあったり、ボリュームがあったり、トーンの調整があったりとかあるんですけど、まあ細かいことは置いといて、だいたいそういう形で構成されております。でね、まず形が変わると音が変わるんかい、これはねまあ変わります、正確に言うと、ね、でもね意外とサウンドを聞いてる側レベルですよ、弾いてる側はもちろん分かりますよ、ね、聞いてる側レベルであんまりね実はね形で音っていうのはさほど変わらないです。聞いてる側の話ですよ、ね、弾く側は確実に分かりますけど、あとねギターっていうのは基本的にほとんど木でできております、ボディもネックもヘッドも全部木でできております。ここがねギターの最大の問題点なんです。何が問題点かというとですね、この木の種類でサウンドが結構変わるね、形ではさほど変わらないけども、この木の種類で結構サウンドが変わるということなんですよ。なのでね、まあ好きなギタリストがどんなボディの材を使っているのかとか、やっぱりねギターを極めれば極めるほど知りたくなるわけですよ。ちなみに僕が好きなギタリストジョージ・リンチはね、メープルっていう一番硬い木を使ってます。しかも重いんです。じゃあその硬くて重い木を使うとどんな音がするか、まあ簡単に言うとですね、硬い音がします硬い音がするし、やっぱねちょっと暗い音になりますね、硬くて重い材は。逆に軽い材を使うと、ミドルの抜けが良くて、明るい感じの音になりやすいです。ところがね、まあ僕が使ってるのはメープルですけど、あとはもうアルダーとかアッシュとか、なんとかかんとかとかでいっぱい種類があってですね、そこの木の材の値段とかもね全部違うわけですよ、当然ながら。なのでギタリストっていうのはこだわるほど、わけがわからなくなってくるんですよね。まあだから一番簡単なところでいくと、自分の好きなギタリスト、憧れのギタリストがいたとするじゃないですか。そしたらねやっぱ雑誌とかね、今だとインターネットで、ね、調べると意外と出てくるので、僕の好きなあのギタリストは、こういう材を使ってるんだなとか、僕が求めてる音を出すにはこういう材を使った木を使った方がいいんだなとかいうのがねだんだん分かってきたりする。まあでも一番簡単なのはね、好きな人の、憧れのギタリストのモデルをそのまま買うっていうのもね、手段の一つではございますが、まあギターそんな安くないですからね、安いものはもう本当安いんですけど、こだわればこだわるほどおそらく、結構高級なものになってしまうんじゃないかと思います。そしてねこのね例えば材が分かったとしてもさらに問題があって、やっぱ木でできているというところは問題って言ったじゃないですか。同じ材を使っても同じ音が出る方、そういうわけにもいかないんですよ。なぜなら木ですから。同じ材を使っても一本たりとも同じ音にはならないです。はい、これなんで分かったかというと、僕はもうずっと同じ材で同じ形をずっと続けてますけど、やっぱりね一個も同じ音にならないですね。はい、僕個人的にはすごいかっこいいんだけど音が気に入らないっていうギターもあるし、なんか何の変哲もない
ね、塗装も真っ黒一色なんだけど、このギターはやっぱいい音すんなとかね、そういうところがあるので、まあ非常にね、なんていうのかな、賭け的なところがありますよね。もう作ってみないことにはわからない、走らせてみないことには走るかどうかもわからないみたいなね、そんな世界です。でさらにね、このキーだけじゃないんですよね、さっき言いましたギターのマイクに当たる部分ピックアップというのもね、たくさん種類があります。まあ、もちろん一番簡単な方法としてはね、憧れのギタリストがどれをつけてるのかね、どういう風なセッティングにしてるのかとか調べて、やっぱ真似するのがね手っ取り早いかと思います。うん、あとはね、弦の太さとかね、弦の硬さでもう結構ね音が太くなったり細くなったりしちゃいますね。そしてもう一つね、コスト的に大問題なのがアンプですよ。ギターアンプです。エレキギターはもうアンプがないとね全く意味をなさないですからね。皆さん聞いたことあると思いますけど、マーシャルとかね、ブギーとかヘンダーのなんとかみたいな感じであると思うんですけど、これがいわゆるアンプ、音を出す部分ですね。大きい音、ジャーンって音を出すね。ここはもうほんといろんなメーカーがいろんな種類のものを出してるから、なかなかね大変だと思います。僕自身もすごいいろいろ買ってきました。まあ結果その自分の、求める音にちょっとずつ近づいていくというか、まあ勉強量だったと思っております、僕自身はね。あとはやっぱね、その対バンとか違うバンドが使っているアンプの音を聞いてね、ショックを受けるというパターンもありますよね。すげえなとかね、そういうのがあるんだ、みたいなところもあって、いろいろ試行錯誤してまいりましたが、今はさらにね発展してますからね、デジタルの世界でね、自分のその欲しいと思うアンプのシミュレートができるマシンとかもいろいろあるので、ほんとねいい時代にはなりましたけども、逆にそれによって気づかされる部分が実はあってですね、そこそこの求めるサウンドが手に入った状況から憧れのギタリストの音になるかっていうと、これがねならない深いですね。結局どういうことかというと、人間が奏でるわけですから、今度人間が弾く強さとか弱さね、弦のどの辺で弾いてるかね、あのボディのどの辺で弾いてるかとか、どんな感じのグルーブでどんな感じのタイミングで弾いてるかということが重要であるということに今更気づかされるわけですよ。音は似てるけど違うよねっていうことになるわけですよ。もっと言うとね、そこから進化していって、ギタリスト個人のそのキャラクターというか個性になればいいなとは思うんですけどもね、時代が進化してサウンドは向上してるけども、人間が奏でる以上はなかなかそのまんまの音にはならないし、もっと言うとそのいずれ憧れのギタリストであったり自分が出したい音を出せるようなプレイをしなきゃいけないんだなということに今更気づいたおじさんでございます。時すでに遅しとはこのことかもね。ということで、セックスマシンガンのあんちゃんのヘビーメタルおじさんの独り言でございました。セックスマシンガンズアンちゃんのヘビーメタルおじさんの独り言。はいどうも、はいどうも、はいどうも。いやー、いいギターのいい深いいい話でしたね。いやー、もう俺はいどうもから最初からツボで。
いやなかなかね、まあ、みんなギター始めるときって、まあ、歌も、ね、ボーカルもベースもドラマーもみんな一緒だと思うんだけど、うん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 、憧れの、ね、アーティストがいて、うん、そっからですよね。いやもう形から入ると思うよ、ね、最初はね。でも、今日の話をね、まあ、ギターで言うと、同じギターをね、うん、持っても なんだ、指の太こう分厚さも違うだろうしさ、そうそう、ね、あとグルーヴ感も違う。だから耳コピーをするんですよ、うん、本当に。だから耳コピーなしでは近づいていかないよね。あの1週目の人見さんだったかな、うん、誰かに言ってたけど、うん、エリヴァン・ヘイレンと同じギターを交換して、うんうん、その機材で、うん、今本人が弾いてたやつを弾いてもその音が出せないって。そうだからそれに近づくために聞いて弾いてみて、でそれが、本人とどう違うんだっていうのを何遍も何遍もやってみんなねやるんですよね、うん、なんかエフェクターちょちょっていじくったら何でも音出そうな気がするけど、ね、いやならんですよね、うん、シーンさんはふんふんってうなずいて聞かれてましたけど、うん、ギターの木のメープルなのか何なのかって分かるんですか。うん、分かるんだ。シーンさんのギターはちなみにメープルですか。アルダー。アルダー。アルダー。そのあれ、あのボディのところが、ボディ、うん、ネックはさ、その色が違う、白なのか黒っぽい木なのかぐらいにしか思ってなかったけど、あ色で選んでないんだね、材、うんうんうん、で色がってことだね、うんうん、そんな種類あるんだね、うん、いやそうですか、深いよね。でもやればやるほどわからなくなるって言ったけど、その前にも全然意味がわからんっていう、うん、形から入るタイプですいません。でもあれだね、やっぱりそのあんちゃんとかでも、うん、このギター見た目がどうこうよりもめちゃいい音するわとか自分の楽器の中でもあるって言ったもんね、うん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 、あそうなんだ、見た目は黒一色でえって感じだけどめちゃいい音するわみたいなね、あそういうのあるって言ったね。だから思想するの買うとか、そういうこと、うん、そこまで考えて思想するんだ、試し弾き。だからね、エディ・ヴァンヘイレンでもランディ・ローズでもどうやってこのニュアンス出しとんだろうっていうのを何回も何回も弾くんだよね、うん、で挫折する人と近づいていく人とね。さっきもあんちゃんあのジョージ・リンチ好きなんで、うん、ジョージ・リンチモデル使ってらっしゃるし、うん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 、って言ってましたけど、ジョージ・リンチの音があのモデル買ったら出せるというわけではない、うん、ね、ピッキングの強さもそうだし、うん、どこで弾くかとか弦の太さも違うって言ってたもんね。そうそうそう、うん、さらっと言ってもらうけどめちゃくちゃ深い話ですよね。深い、ね、うん、完全理解するには相当ギターやってないとわからない、うんうんうん、シンさんには全部分かる話でした今、ね、まあでもベーシストもドラマーもみんなそういう感覚だよね、まあ、そうですよね、うんうん、やればやるほど深みにみんなハマっていくんですよね。そうまずは機材から合わせてってとか、うんうん、で自分の技量だよねそうね、そう、ね、でもそこには耳が良くないと多分、うん、やってるからそういう耳になってくんだろうね、やっぱりね、聞き違い、うんうん、で突然それさ目の前にさちょっとどう違うか聞いていてどっちがいいって言っても分からんっていうぐらいで自分が何目指しとるかによってやっぱ違うじゃないですか。そうね、うんうん、耳がそういう風に育っていくんでしょうね、やっぱりね、うんうん、いやー面白い話をありがとうございました、うん、来月も楽しみにしておりますんで、ね、よろしくお願いします、ね、どんだけ世の中がこう昔と違ってデジタルになってって、うん、やりやすくなってとか、うん、でも絶対耳だよね、うん、耳と鍛錬うん、まあ、でもデジタルな時代になっていただいたこそというとあれですけど、うん、まあ関東にいらっしゃりながら、うんうんうん、ほいってこういうことをお願いできちゃうんで、うんうんうん、あじゃあメール送ったよとかって言ってこれがねお送りできるので、うんうんうん、まあ、ありがたい時代だなと思います、ねうん、はい、来週も楽しみに、来週も、はい、来月ですね、はい、楽しみにしたいと思います、うん、よろしくお願いします、はい、マシンガンズのですね、うん、ツアースケジュールも、うんうん、3月27日日曜日、
東京ドームシティホールとかに、うん、4月の28日にはあんちゃんのバースデーワンマンライブも控えてらっしゃいますし、うんうん、5月連休に向けてもドロドロドッと予定が出てますんで、うんうんうん、また SNS 等でチェックいただいて、うん、名古屋の予定がないなみたいな、なるほど感じですけど、お待ちしております。はい、はい、またお会いできるような日を楽しみにしていきたいかなと、うん、ね、思いますが、なんと、うん、来週ですね、はい、3月22日、うん、火曜日、名古屋にセックスマシンガンズの、うん、シンゴスターさんが、うんうん、ソロですかね、しかもワンマンライブに、はいはい、来られるということで、玉木慎吾名義のやつですね。そうなんですね、うんうん、シンゴスターというよりは玉木慎吾として、うんうん、手羽先食べに行くのだ、名古屋ワンマンライブツアーということで、うん、手羽先食べにおいでになるので来週の火曜日なんで、うんうんうん、ちょうどオンエア前ですし、うんうんうん、場所もローリングマン、あ、ローリングマン、ね、前回も、ソロで回ってきた時に、はいはい、2019年5月によく出てきましたね、それすごいね、うんあ、でその時もね、見に行きましたし、ラジオでもスタジオにも来てもらってとか、ね、いろいろやりました。俺オンエア直前だから時間の許す限りちょっと覗いてこようかなと。手羽先お土産に持ってってはいかんかなということで、うん、名古屋のローリーグマンさんで3月22日火曜日、玉木慎吾さんとしてワンマンライブありますんで、うん、ぜひまたお時間許す方はですね、仕事帰りにちょちょっと新栄まで行かれてみてはいかがでしょうかと。うんうん、でそんなシンゴスターさんの、うん、玉木慎吾さんのと言わなきゃいけないね、うんうん、2枚目のセカンドアルバム、はいはい、第1弾がですね、玉の花、うん、そして、昨年末出たのが星の花というアルバムが、うん、出てますんで、この中から1曲いきますか。はい、お送りしようかな。じゃあ1曲目の、始まりの朝。佐藤敦史のワイルドでいこう。スーパーブラッドのベーシスト亮です。なんと2022年1月から毎月第2火曜日の佐藤敦史のワイルドでいこうの番組内で10分コーナースーパーブラッドリオのマジカルスティロッカーズが始まります。ディープな話題をお届け、よろしくね。スーパードライ、世界でただ一つこのビール、この辛口、世界をドキドキさせるザ・ジャパンブランド、アサヒスーパードライ。長者町ダイニング、まず佐藤敦史のワイルドで行こう。さあ、そして次行きましょうか、はい、そして来週結構いっぱい来るね。そうなんですね、来週が、大山真紀ちゃんがアコースティックツーマンで、3月25日金曜日、来週ですね、うん、新栄スペードボックス、すぐそこだ、これもね、うん、大山真紀さん個人名義、ソロ名義としては久しぶりの名古屋だということで、そうね、はい、しかもレアなアコースティックね、イベントになるということで、うんうん、これも楽しみにお邪魔しないかなと、うん、ガオガオ言ってこないかなと真紀ちゃんもね、番組にね、来れるタイミングが ねあるといいな、もしお時間あればと思っておるので、うん、またその際はお願いしてみようかなと思いますけど、うんうん、どうでしょうね、皆さん、この間ミセンが好きだってコメントいただいてたんで、ミセン行かれるのかなとか、慎吾さんも手羽先食べたいっておっしゃってたんではいはい、はい、食べに行かれるのかな感じですけど、はい、またお時間あったらスタジオの方にもぜひお招きしたいかなというふうに思いますので、お願いします、はい、
まあラウドネスの高崎明さんから、うんうん、なんと大山真紀ちゃんご紹介いただいたこともあって、うんうん、今までもね、SDI かけたりとかしてきましたけど、真紀、うんうん、はいはい、ちゃんのアコメタルというアルバムの中から、うん、今日はどの曲をいきましょうか。今日はですね、10曲あるんですけど10曲目の、うん、クリスタルキングの曲をいきます。行こうかな。懐かしの、はい、懐かしのこれを、はい、じゃあ聞いてください。大都会。さあそして、うん、来週はお忙しと、うん、申し上げましたが、はい、なんとメアリーズブラッドがね、うん、3月24日木曜日、うん、大須の L フィッツオールさんで18時30分、うん、オープンのスタートが19時からこれ1時間ライブっていうふうに告知がされてるんですけど、1時間以上やるぜみたいな感じでもあったので、サポートギタリストなしの4人編成で、ね、メンバー4人だけで、まあ活動休止が発表されて、うん、でショックでしたけどね。ねえ、で一応まあ休止前のラストライブ、はい、東京でしたか、うん、最後のライブは前もって発表されてたんですけど、うんうん、追加で、はい、追加でなんと大阪と名古屋、ね、大阪と名古屋が発表されたということで3月24日、うん、まあ、きっと名古屋ではメアリーズブラッドさんとしては、うん、一旦ここでということになるんじゃないかなと思うので、そうね、うん、はい、前日が大阪ですね、3月23、ね、バタバタっと来られるんで、うん、またひょっとしたら、うん、スガキは食べに行く暇がないかもしれないっていう感じですけど、うん、まあ、年末年始に、まあ、活動停止というか、うん、前回ねライブ見させていただいた直後だったので、ね、ちょっと衝撃だったんですけど、ね、そう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 、まあ、なんとあの時楽屋にお邪魔した時に、うん、まだ言えなくてすいませんみたいな感じだったんですけど、その後発表されましたんでちょっとショックだったんですが、うん、なんとその後年明けてですね1月28日愛さん、ボーカルの愛さんの誕生日だったんですけど、うん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 、誕生日ライブなるものが、バースデーソロライブなるものが、ほうほうほう、東京では行われていて、うんうんうん、セットリスト見るとですね、うん、ミスタービッグのコロラドブルドッグとかもやられてるんですよ。これ面白かったんじゃないかなと言いつつ、うんうんうん、東京まではなかなかお邪魔できなかったんですけれども、うんうん、今回はメアリーズブラッドとして見えますんで、うん、と言いつつですね、まあ、そのメアリーズブラッドの活動休止されてもゆくゆくいろんなことをまたやってもらえるんじゃないかなということを匂わせるようなソロライブの存在ではあったかなと、うんうん、いう感じだったんですが、なんとその後に名古屋大阪が発表されました、ね、これはこれで楽しみにしようかなと、うんうん、また4月の6日ですね、あ、ベストアルバム、ベストアルバム、うん、クイーンズレガシーというベストアルバムが最後に出るということですね、はい、こちらも楽しみにしつつですね、うん、今日もメアリーズブラッドさんから1曲おかけしようと。そうですね、昨年、10月に出ましたメアリーズブラッドのメアリーズブラッドっていう、ね、アルバムの中から、バラードなんですよね。これね、健吾さんがお気に入りの曲、そう、お気に入り、聞いてみますか。はい、はい、じゃあメアリーズブラッドでアンブレラ。佐藤敦史のワイルドで行こう。スーパーブラッドのベーシスト、リョウです。なんと、2022年1月から毎月第2火曜日の佐藤敦史のワイルドで行こうの番組内で10分コーナー、スーパーブラッドリョウのマジカルスティロッカーズが始まります。ディープな話題をお届け、よろしくね。スーパードライ、世界でただ一つこのビール、この辛口、世界をドキドキさせるザ・ジャパンブランド、アサヒスーパードライ。長者町ダイニング、まず。佐藤敦史のワイルドで行こう。さあそして、はい、ここからはですね、うん、健吾さんにフィーチャーしようかなと。おい、
来週は、まあ、玉木慎吾さん、それから小山真紀さん、ミヤリズブラッドさんとライブがポン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 とあるんですけれども、うん、そうですね。健吾さんのライブは4月30日ですね、大阪ワンマンライブです。大阪で、はい、茨城、お茨城の、だいぶ上の方ですね。そうですね、うん、マリアナカフェカフェでところで、うん、やると言いつつ、まあこれ激しい、いいこと間違いなしでしょうと思うんですけど、んカフェでやるとはいえ激しさは保証済みです、うん、感じだと思うんですが、2年ぶりですよね。2年ぶりだね、2019年11月から、うん、2年前には僕も邪魔、そうね、三角公園とかね、大阪の、そう、うん、大阪のど真ん中でやられましたけど、今回あの時はなんか 4バンドとか対バンだったかな、うんうん、今回はワンマンですか。ワンマンですね、曲数が多いんですよ。なるほど、うん、全曲やんなきゃみたいな、そう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 、いう感じなんですね。未発表曲とか、おカバーもやったりおとはちょっと考えてますね。ということは、うん、まあ、カフェなのでワンマンだし、うんうん、食べながら飲みながら、あ、そうそう、なんか多分食べれると思う、うん、まあこんな時期やしね、まあそうですね、うん、って感じで1部2部に分けて、マイルドスプーン、ワイルドスプーンっていうというような感じでね。なるほど、なるほど、はいはい、それ決まり、決まってんの。あ、決まってる、決まってる。あ、そうなのね。そう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 、うん、1曲目にお届けするこの曲はワイルド側ですか、マイルド側ですか。これはマイルド側ですね。ですね、ですね、はい、今日実はあの、うん、スプーンのシリ2枚ケモ、うんうん、さん持ってきていただいたんですけど、はいはい、自分で選ぶのもなんだから佐藤君選んでって、そう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 感じで、うん、まずこの曲って僕言ってしまいました、ね、うんうん、久しぶりなこの曲をいきますか、聞いてみましょうか、はい、じゃあ、うん、もちろん健吾さんから。あ、そうですか、はい、お願いしますよし、じゃあ聞いてください、スプーンで生意気。いや、懐かしい、懐かしいね、懐かしい、懐かしいですね。これを売り歩いてましたからねそうなんですね、うん、僕も結構売った気がするな。でもこの生意気っていう曲がね、一番豊かと作った最初の曲かもしれない。あ、確か、そうなの、確か、うん、こんなファンキーな曲なのに。そう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 、うんうん、まあ豊かがファンキーだからね、まあまあまあ、ファンキーベースだからね。そうそうですね、うん、そう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 、メンバーの皆さんはお元気で。お元気ですね、うん、皆さん関西、うん、豊かが東京で、東京にいるの。そう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 、うん、でボンちゃんとトムさんが、うん、フッキーとボンちゃんは大阪ですね、うん、じゃあ今回豊さんわざわざ大阪に。そうね、まあ、前回もそう。あ、大阪で健吾さんだけが大阪に行くかと思ったらそうじゃない。じゃない、うん、豊さん今東京なんですね。なるほど。で今回ね、大阪ワンマン記念の T シャツを作りました、うんうん、なんで今日着てないんですか。まだできてないんです。あ、今作ってるとこまだ時間ありますから、うん、一応ね先行で、2500円、うん、先行販売がね、でその後、3000円になっちゃうんですけど、1枚買いますんで、はい、先行でお願いします限定50枚となっておりまして。50枚、50枚、あと49枚だよ、うん、でメンバーも着るでしょ。そう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 、あと44、うん、5枚しかないんじゃないの、うん、まあ、サイズもあの S、M、L、 あ、僕は L でお願いします、うん、という感じですね、はい、なるほど。じゃあそれ着ていかないか、うん、先にもらえるんですか、会場で。どうなるだろうね、まあ、多分最初先にももらえると思う。もらえるかな、うん、じゃあ2年ぶりのライブですけど、うんうんうん、またやってもらわないかんってことですよ。T シャツ売るってことはそれ着てねってことは、うん、また着て着てねってことなので、うんうん、またやらないかんってことですよ。でもなんかなんだらかんだ大阪って入ってるから、うん、あ、 T シャツに。あ、そう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 、じゃあ名古屋は行く気がないということ。まあその日の記念 T シャツ、ね、あ、そう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 、なるほどなるほど、そうそうそう、なるほど、うんうんうん、色はまだ言えないですね。色はね、黒ですね。黒、黒、うん、何らかの文字なり写真じゃないですか、ね、そう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 、
が入ってる感じですね、うんうん、そうです。茨城のマリアナカフェ、うん、行ったことないですけど。あ、行ったことないですね。行ったことないです。俺も調べていこう。電車で行けるのかな、まあ、行ける大阪からのが近いのか京都からの方が近いのか。あ、そう ね、だいぶ京都リスもね、うん、茨城だとね。そんな生意気に続いて、うん、次も次選んでもらったのもマイルドですね。あ、これもマイルド。マイルド。なるほど。じゃあマイルドな時間に予定されている、うん、次なるこの曲も聞いてもらいましょうか。はい、1枚目のアルバムに入ってる、これアルバムタイトルチューンですよね。あ、そうですね、タイトルチューンですね。はい、じゃあ聞いてもらいましょうか。スプーンで Looking For。 いや、健吾さんですね。健吾さんだと思って。お、自分でなかなか分かんないんだよね。俺、うん、表現できないけど、うん、健吾さんとしてますよ。あのね、音のというか、うん、言葉の使い方というか、あ、そうか、そういう風に聞いとけばよかった。どっか真似できんかな、できんな。なんか癖があるってことだよね。独特っすね。あ、あ、これみたいな。うん、かなり癖直させられたんだよ、すごく、うん、それを個性として出すなって感じなんだね。うん、まあメタル上がりだったしね。そうかもね、うん、相当言われたよ、うん、いやだから本当は、うん、その、まあ、こう いいんだよ、スプーンもいいんだけど、うんうんうん、これもっと激しくやったら今だったらどんな感じとか、そういう風にやってもらいたいというか、はい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 、おー、こう来たかみたいな、うん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 、いうのも面白いんじゃないかな。なるほどなるほど。改めてリレコーディングしたらどうですかね。ちょっとヘビーに、あー、まあ、言い方悪いですけど、それこそ、ね、冒頭の話じゃないですけど、デジタルの時代になったので、うん、昔ほどその何て言うんですか、まあ、やり方によってはレコーディング自体もね、うんうん、ちょっと身近なものにはなってきてるんで、ね、うんうん、ぜひ未発表曲もあるってさっきちらっと言われてたんで、あ、ありますね、撮ってない曲はありますね、ね、うん、ライブでしかやってない含めてやっていただいたらいいんじゃないかなと、うん、ライブでもやってない曲もやるかな、1曲あるかな、あ、作ったんだけど、そうライブやる前、うん、いつかやるぞって言ったまままだ、うんうん、そうなるほど、まあ、そんな、うん、健吾さんとボーカルを取るスプーンさんが4月30日土曜日ですね、ゴールデンウィークの初日になるのかな、うん、土曜日大阪の茨城でマリアナカフェさんでマリアナカフェライブされますんで、うん、ぜひお楽しみにと、はい、いうことで、きっと来月も直前でもうちょっといろいろお話聞けるかなと思いますが、はい、もう一曲最後に聞きながら今日はお別れしたいかなと思うんですけど、うん、これもね、もう一枚のアルバムの方からそうね、タイトルチューンで、うん、これは、ワイルドの方に入ります。あ、これワイルドなんですね。その違いを聞き違いながら、うん、今日のお別れしようかなと思いますね。はい、じゃあ曲の紹介をお願いします。はい、最後の曲は、明日には明日の風が吹くでお別れになります。ということで今日はこの辺でお別れをしましょう、はい、佐藤敦のワイルドでいこう。ミッド FM をお聞きの皆さん、はい、ガリバーです。僕の車の値段って電話でわかるんですか？はい、車種と年式、走行距離でおおよその値段がわかります。まだ売るか決めていない方も 0120-332-887 332-887ガリバーへ行こう。献血、明日の予定がノーマーク。ノーマークなら献血行けばいい。待ち時間がな、事前予約でスムーズに。これぞ令和のスマート献血。レッツリザベーション。予約して行こう献血。日本赤十字社。11時です。